俺の名前は坂本敦史。都内の公立中学校に通っている中学3年生です。部活はサッカー部。3年になってからは部長も任されていました。俺は学校でも友達が多く、部活の後輩からも顧問の先生からもすごく信頼されていました。ですが、学校や部活が終わって家に帰ると、俺の居場所はどこにもありません。俺には2つ年上の兄の拓真がいます。兄は昔から優秀で、成績も常にトップでした。両親は小さい頃から、そんな兄と俺を比較し続けてきました。毎日のように、お兄ちゃんはこんなに優秀なのに、お前は出来損ないだ、と言われてきたんです。俺だって、俺なりに勉強は頑張ってるし、兄にはない運動神経を生かして、部活でもしっかり成績を残しているのに。でも、両親は俺には全く興味がないんです。ただいま、今日の試合、勝ったんだよ。俺2点もゴール決めたんだよ。すごいだろ。次の試合、見に来てよ。試合？そんなの見に行くわけないでしょ。たくまくんの大学受験のための予備校探しするんだから。あんたのボール遊びなんて見てられないわよ。ボール遊びって、そんな。だって俺、次は中学最後の試合なんだよ。引退試合は見に行ってあげてもいいって、前に言ってたじゃないかよ。あら、そんなこと言ったかしらね。とにかく、今はたくまくんの大事な時期なの。忙しくてあんたの面倒なんて見てられないわよ。待ってよ。じゃあ、父さんは来てくれるよね。サッカー？そんなの興味ないの。この家の将来は全て拓真にかかってるんだからな。それ以外のことに時間をかけても無駄なだけだよ。お前はいいよな。次男だからってフラフラとボール蹴ってるだけで。ちょっと待ってくれよ。俺フラフラなんてしてないじゃないか。兄さんほどではないけど勉強だってしてる。ちょっと声が大きいわよ。お兄ちゃんが2階で勉強してるんだから静かにしてよ。そんな、お前は騒ぐことしかできないんだな。本当に拓真とは違って出来損ないの弟だ。そんな、出来損ないだなんてひどいよ。父さんも母さんもいくらなんでもそこまで言わなくても。とにかくあんたのサッカーも未来も母さんたちは期待してないから。分かったならお兄ちゃんの邪魔にならないように生活してちょうだい。ああそうだ、お前家にいてもどうせ暇だろ。今日みたいに騒ぐと頑張ってる拓真の気が散るかもしれないから、高校入学と同時に親戚のところにでも居候したらいいんじゃないか。そんな俺を追い出そうっていうのか。あら、それはいい考えね。そっちから通いなさいね。あつし、そうしなさいよ。今は拓真くんのこと以外に構ってる余裕もないし、あんたもともと出来損ないなんだから、高校だってお遊びで行くんでしょ。だったらうちにいてくれなくてもいいもの。ちょっとなんてこと言うんだよ。そんな、俺に出て行けって言うんだな。確か遠い親戚のパニコさんが高校の近くに住んでたから、パニコさんのところに引き取ってもらおう。よし、そうと決まったらすぐに連絡しておくよ。さすがお父さん、行動が早いのね。たくまくんの頭の回転の速さはお父さん譲りなのかもしれないわね。母さん、父さん、そんなこと本気で言ってるの？あんまりだよ。俺も勉強頑張るし、兄さんに追いつけるように頑張るから、頼むよ。だから家から追い出すなんてことしないでくれよ。追いつく？あんたが？お兄ちゃんに追いつけるとでも思ってるの？出来損ないのくせに。そんな。じゃあ話はここまで。決まりだな。そうして俺は、高校入学と同時に家を出て、遠い親戚のパニコさんのところに引き取られることになったんです。今まで一度も会ったことがなかったんだけど、実際に話してみるとパニコさんはすごく優しい人でした。家を出る最後の瞬間まで、本当に家族の元で生活しなくてもいいのかと俺の両親を説得しようとしてくれていました。しかし両親は、出来損ないの弟は私たちにとってもお兄さんにとっても必要ないと、そう言ってパニコさんに俺を押し付けるようにして去っていきました。パニコさん、こんな出来損ないの俺ですが、これからよろしくお願いします。俺は涙をこらえることができず、パニコさんの運転する車の中で泣いてしまったんです。
するとパニコさんはそんな俺に諭すように話してくれました。アツシ君、自分のことをでき損ないだなんて言っちゃダメよ。アツシ君はそのままで十分尊い存在よ。え？大人だからって偉そうなこと言うつもりはないけれど、まだ中学卒業したばかりの若者が自分の価値をそんなに卑下することないわ。本当の出来損ないなら、自分が出来損ないだなんて考える能力もないはずよ。まだ若いから経験も少なくて、自分のことを客観的に見れないだけ。これから私と一緒に頑張りましょう。私が親代わりになったからには、あなたはこれから開花一択の人生よ。お、本当、こんな俺でも何かできるのかな。もちろん。まずは到着したら私の家族を紹介するわね。もうすんごいんだから、イシシ。パニコさんはそう言ってニヤニヤしていました。俺はなんだか勇気が湧いてきたように感じました。それまでメソメソと自分の人生を悲観的にしか考えられなかったけれど、パニコさんにちょこっと励ましてもらっただけでなんだかやる気がみなぎってきたんです。パニコさんの家族に会うと、俺はさらにこの先の未来が明るいことが分かったような気がしました。そう、俺の新しい家族ができたような気がしたんです。さあ、着いたよ。これからはここがアツシ君の我が家。もう家族になるんだから、アツシって呼ぶからね。はい。あら、あなたがアツシね。おかえりアツシ。今日のお昼はカツ丼よ。俺はパニカーさんにおかえりアツシと言われただけでまた涙が出てきてしまいました。まあ上がれよ、一緒に野球中継見ようぜ。今ちょうど小谷がさよなら逆転満塁ホームランぶっ放したところだ。はい。パニオさんがまるで自分の息子に話しかけるように誘ってくれました。ああ、お父さんってこんな感じなんだ。俺は涙をもう一度拭いました。あ、察しパニコ、この子将来大物になるわ。え、アツシ、あんた大成功するわよ。出来損ないって言われ続けてきた俺に、パネーさんが将来大物になるって言ってくれた。大成功するって本当かな。俺は嬉しくて嬉しくて言葉も出なかったんです。よう、アツシ、明日釣り行こうぜ。あんてまだやぼったいな。昔の俺みたいだぜ。ま、でもそのうちイケメン化してくるだろうな、俺みたいに。今はすごくかっこいいパニーさん、昔は全然イケてなかったってパニコさんが車の中で話してくれてたっけ。こんなにかっこいいのに昔はダサかったなんて。俺も頑張らった。ノーノー、パニー、アツシは明日もう予定が入ってるんだから。え、俺何も。この人はパニコさんの弟のコレタさんだよな。へえ、ユーはサッカープレイヤーだろ。僕のフレンドが NNST のコーチしてるから、明日からそこで練習するといいぜ、ベイベー。 NNST? 仲間と仲良しサッカーチームだよ、キラン。仲良しって、あ、今なんか弱小チームかもなんてイマジンしたろ。ノープロブレム、コーチは元日本代表のあのズーコなんだから。う、嘘、ズーコってあの天才ズーコがコーチ？ Yes。 ま、僕の弟子だけどね、シャキン。なんだかすごい家に引っ越してきてしまったみたいだけど、俺はもう悲しい気持ちなんてどっかに吹っ飛んでしまって、人生が楽しめるような気がしてきました。だからこう言ったんです、パニ家の皆さんに感謝したくて。あの、あ、俺頑張ります。なんていうか、とにかくいろいろ頑張ります。俺あんな両親にも兄にも絶対負けませんから。いいね、その志、そのやる気、そう来なくっちゃ。これからは私たちが家族なんだから、何でも言ってね。自分にも運命にも不運にも過去にも負けちゃダメよ。はい、俺は必ず俺を捨てたことを後悔させてやる。そう決意を胸に刻んだのでした。
それからは勉強とサッカーを頑張る毎日でした。勉強はあまり得意ではなかったけれど、自然と力がみなぎってきました。それから2年3年と進級し、俺のサッカーの才能がめきめきと開花。ついに高校大学卒業、その後一躍サッカーのプロ選手になりました。そしてさらに自分でスポーツ教育の会社を起業、スポーツ界のエリートを育成する事業で大成功を収めました。29歳でプロを引退して、その後は一流企業の経営者になることができたんです。そんなある日のこと、俺の家族のもとにとんでもない来客があったんです。もう二度と会いたくもない忌まわしい来客がね。ごめんください。あれ、いない、パニコさん。あら、誰かと思えば、急にどうしたんですか。うちのアツシ君いるかしら。は？俺は聞き覚えのある声を耳にして玄関まで行ってみました。案の定、俺を捨てた両親でした。何しに来たんだよ。おお、我が家のスターに久々に会えて嬉しいよ。元気だったか？我が家の？何言ってんだよ。元気だったかって今さら、もう15年も会ってないって言うのに。俺はあんたらに用なんてない。帰れよ。あら、まあ、なんてこと言うの。お腹を痛めて産んだ息子の顔が見たかったのよ。いいでしょう、顔見に来たって。それよりあつし、そろそろ家に戻ってきたらどうなの。何言ってるんだよ。俺の家はここだ。俺のことでき損ないって言って家から追い出したくせに。ん、そんなこと言ったか。覚えてないんだよな。すまん。今さらそんな風に言われても許すつもりもない。なんで急に来たんだよ。実はね、あの出来損ないのタクマがね、親に感謝の気持ちのかけらもないんだから困っちゃう。あそこまでしっかり育ててやったのに、就職には失敗して名前も知らないような会社に入社するし、そのくせ自分で事業を始めては失敗して借金だらけなの。だからなんだよ、俺には関係ないだろ。たくまの野郎、自分の借金を自分でどうにもできなくなっちまって俺たちも困ってるんだ。うちにもそんなに余裕があるわけじゃないからね。家のローンもまだ残ってるし、父さんも母さんも大変でね。それでさ、あつしがいるじゃないのって思い出したのよ。ただ俺の金を当てにしたいだけじゃないかよ。そんなことないよな、母さん。離れて暮らす息子のことが恋しくなったんだよ。あつし、この人たちどうする。ちょっと、他人は黙っててくれないかしら。パニコさんが他人、今まで自分たちがどんだけ好き勝手してきたか分かってるのかよ。ずっとパニコさんの家族が俺の面倒を見てきてくれたんだぞ。とか言って、本当はここの人間もアツシのお金が目的なんじゃないの。きっとこうやって一緒に住んでタイミングを狙ってるのよ。アツシ、この人たち話が通じないみたいだから召喚していい？いいよね。はい、お願いします。じゃ、ちょっと待っててね。いしし。パニコさんはそう言うと家の中に入っていきました。今の発言で心が決まったよ。今のパニコさんへの侮辱もう許せない。おいおい、そんなに怒るなって。俺たちが本物の家族なんだから助けてくれよ。そうよ、私たちの方が本当の家族なんだからさ。玄関先で口論していたその時でした。父さんと母さんの後ろに一台のタクシーが止まり、中からもう一人懐かしい人が出てきました。父さん、母さん、やっぱりここに来てたんだな。ダークマ、お前何しに来たんだ。父さんと母さんを連れ帰りに来たんだよ。もうこれ以上アツシを苦しめるな。アツシは俺の大切な弟なんだよ。兄さん、アツシ、ごめんな。俺のせいでまた嫌な思いをさせてしまったな。お前がパニコさんのところに行くとき、本当は引き止めようと思ったんだ。けど、こんな家にいるより、パニコさんのところに行く方が、お前は幸せになれると思ったんだ。昔から何でも俺と比較されて、辛かっただろ。俺、父さんや母さんに言い返す勇気もなくて、本当の出来損ないは、俺の方だ。弟さえ守ってやれない、出来損ないの兄だよ、俺は。ずっと、何もしてやれなくて、ごめんな。兄さん、
うだったんだね。俺はこの時初めて兄の考えていたことを知ったんです。兄は兄で俺のことをちゃんと心配してくれていたこと、今までずっと知らなかったんです。母さん、父さん、金は俺がこれからバイトでも何でもする、どうにかするから、もうそんなみっともない真似しないでくれ。みっともないですって？あんたのせいでこんなに苦しんでるのに、あんたが失敗しなければ出来損ないのアツシなんて頼みに来ないわよ。俺は久しぶりの母からの出来損ない発言に一瞬昔辛かった記憶が蘇り、下を向いてしまいました。するとパニコさんと家族のみんなが家の奥から駆けつけてきて、このクズ両親に向かって言ったんです。うっせえわ、その汚え口ふさげや、限界ですな。口から出てくるワードに創造性なし、品なし、ユーモアなし、よってこれ以上議論の必要もなし、お帰りください。とっとと帰れ、うちのアツシを侮辱するやつは私が許さないよ。てめえら、アツシにちょっかい出したら私の舎弟らが黙っちゃいないよ。うわ、俺の息子に文句があるってのはお前らか。延長11回裏2アウト満塁っていいところなのに邪魔しやがってよ。大した用じゃなかったらただじゃおかねえからな。うぃ、ユーたち、僕のファミリーにノーセンキューなピーポーだね。オーケー、じゃあダディとマミーは PJ、 ブラザーは PB ってことで、これにて一件落着、シャキーン。え、どういう、とにかくほら、とっとと帰れ。お兄さんには後で私から連絡させてもらいますから、お引き取りを。ぐぬー、うわ、くそ、帰って、じゃないと警察を呼ぶわよ。こんなことで警察なんて呼べるわけないでしょ。いいから帰れ。俺も夢中で大声を出していました。するとパニコさんが竹刀を、パニカーさんが木刀を、パニオさんがバットを、コレタさんがスマホを持って睨みを聞かせたんです。警察という言葉と俺の家族の圧に慌てた父さんと母さんは半泣き状態で、兄さんが乗ってきたタクシーで帰っていきました。今まで黙っていたパネーさんがそっと俺に一言こう言いました。あのクズ二人、帰りに転ぶわよ。俺はその後二度と両親とは関わることなく過ごしました。それから一切連絡もつかなくなりましたが、パニコさんの話によると、両親はこの世の地獄を味わうような生活をして、毎日健康と睡眠時間を減らしながら泣いて暮らしているとのことです。兄は借金を返すために住み込みで一から働き始めたと聞きました。一方俺は事業もより拡大することに成功し、順風満帆な日々を送っています。これからも頑張って、頑張って、パニケっていう俺の家族に恩返しするんだ。そういえばパネーさんが言った通り、両親は帰り道に転んでどっちも骨折したそうなんです。あ、やっぱりあいつは千里眼だからな。アツシが大物になって大成功するっていうのも当たったな。そうですよね。ああ、そういえばコレタさんが言ってた PJ と PB って、ああ、あれはパニジーとパニバーのことだよ。ああ、遠くに離れて暮らしてるっていう祖父母の、俺未だに会ったことないな。アツシのお兄さんは PB だからパニバーのところだな。え、パニバー、ホテル王なんだぜ。パニバーのホテルできっと人生のリスタートをするために住み込みで借金返しながら働いてんだよ。そうなんだ。パニバー厳しいぞ。で、クズ両親はパニジーのとこ。どうなってるんですかね、あの二人。さあなあ、パニジーのことだからきっと東京湾か相模湾、富士の樹海かナルトの渦潮、最近ではウラル山脈とかアラスカも結構使ってるらしいからな。どこかな、サハラ砂漠かミシシッピ川って線もあるかもな。はい、ま、地獄を見てるってことさ。パニじいさんってどんな、孫に激ヤマで家族大好きの俺たちのじいちゃんだよ。家族に手を出したやつへのお仕置きがちょっと異次元ってだけでな。ま、詳しくはパニコに聞いてみるといいよ。ええ、
はい、やめておきます。俺は本当に幸せ者だ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。